で、講演の方をさせていただきます。題目としましては、メタルハライドランプ式の対抗試験機の促進性、それと合わせまして、試験チャンバーの最新実施動向という題目で、発表させていただきます。で、発表する内容ですけども、時間5番目まで、まず、我々の会社のちょっと紹介をさせていただいて、2番目に、対抗性試験とはというところですね、を説明させていただきます。で、それに、対抗性試験に使います促進対抗性試験機というものの、いくつか種類がありますので、それの紹介。で、あと、今回の題目になってます、メタルハライドランプ式の試験機。それと、大型の環境試験機、試験チャンバーというふうに呼んでますけども、そういったものについて、紹介させていただきます。まず会社の紹介になりますけども、これは岩崎電機株式会社という名前でして、本社の方は東京都の中央区にあります。設立されたのは約80年ぐらい前の戦時中になります。あと、従業員としてましては1600人程度の会社でございます。事業の内容としましては、各種の光源ですね、ランプですね、それとそれに付する照明器具、というものの販売を主体としまして、それを利用した光環境機器ということで、紫外線ですとか赤外線、また電子線の応用の機器の製造及び販売を行っております。で、事業の内容の続きなんですけども、まず柱としましては照明事業というものと、光環境事業、2つの柱がありまして、照明事業の方は、各種の光源ですね、ランプですね、の方を製造しております。昨今は LED ランプというものが、普及してきまして、そちらの製造の方が多くなっておりますが、それ以前に作っていた、その HID ですね、高輝度の放電灯といわれるもの、メタルハライドランプですとか、ナトリウムランプ、ハロゲンランプというものを、製造しております。水銀ランプの方は2020年度に生産が、水銀条約によって製造販売が中止されていますので、生産を終了しています。そちらの光源を用いまして、道路とかトンネルの照明ですとか、街路灯ですね、あとスポーツ照明、主に屋外の照明器具、照明について、器具等を製造しているというものになります。あと、光環境事業につきましては、情報表示システムですとか、殺菌システム、水処理ですね、池ですとか、あと浄水ですとか、そういったものの水処理のシステム。それに加えて、今回紹介する、対抗性試験機、環境試験機というものが属している、環境シミュレーションシステムというものがございます。で、合わせて、コンバテクの業界ですと、皆さんよく、お使いになられていると思うんですけども、高架架橋システムということで、紫外線を使ったもの、あと合わせて電子線を使用したもの、そういったものの高架システムに、使われる光源ですとか装置の方を製造しています。で、一部、液晶パネルですとか、そういったものの製造工程で使っています洗浄回避システムというものも製造しております。会社の紹介ですけども、国内には各都道府県に営業拠点がありまして、グループの会社、生産する会社ですとか、販売する会社というものが数社ございます。あと、世界的にも生産する工場があったりですとか、販売する会社は各所にございます。で、製品の紹介は動画のような形で出てまいりますけど、最初が LED ランプになります。続いて、HID ランプですね、メタルハライドランプというものになります。それを使った照明器具ですね、とか、あと、こちらがスポーツ照明ということで、ラグビー場ですとか、あと野球場、そういったところに使われております。あと、工場などの高天井の設備の、照明ですとか、あと、店舗ですね。そういったところの照明にも使われております。
で、こちらからの光環境の部分ですけども、道路灯ですとか、あと卵などの殺菌システム。まあ、こちら最後は浄水の飲み水の方の処理システムになります。こちらは自動車関係の日射装置と呼ばれるようなものになります。で、こちらも自動車関係で衝突用の照明。で、こちらはまあ電子線の照射装置になります。で、最後に、まあ、各種紫外線ランプということになります。で、こちらがまあ照明器具、照明関係の事例になります。明治神宮とか、こういったスポーツ照明ですね、野球場ですとか、あとライト、各種ライトアップですとか、まあ、高速道路とかトンネルなどに使われております。こちら光環境関係で、まあ、日射装置といいますね、自動車の試験をするための太陽の代わりになる光源というものが使うのために使われています。あと衝突実験ですね。そういったところのカメラで撮影するために適した照明器具ということで使われております。あと、身近なところですと、こういったヨーグルトの容器ですとか、そういったものの表面の殺菌ですね。そういったものですとか、あと昨今、まあ、ちょっと感染症とか、いろいろ今落ち着いてきますけども、そういった関係で空気の殺菌、殺菌、まあ、清浄ということで、こういった器具を製造、販売しております。で、まあ、会社の紹介はこの程度にしまして、耐候性とはというところで、お話をさせていただきたいと思います。耐候性とはまあ、環境因子、いろんな環境因子ですね。それによって劣化する特性全体のことを言いまして、まあ、屋外の暴露試験ですとか、まあ、促進耐候性試験というもので評価するものになってきます。まあ、屋外に使うもの、まあ、あらゆるもの、まあ、屋内も含めてですね、大気中に使うものの耐久性を評価することになります。こちらは屋外暴露の、まあ、サンプルの例なんですけども、まあ、塩ビの黒ですとか、まあ、色によっても、その劣化する方向性が変わってきているのが分かります。こちらは素材によって、変化なんですけども、まあ、色がだんだん抜けてくる、まあ、光沢がなくなってくる、そういったものがございます。で、屋外、まあ、劣化に影響する因子としましては、主に強いのが紫外線の作用ということを言われております。で、まあ、紫外線の方は非常にエネルギーが高いものですから、まあ、樹脂の結合エネルギーに近いということで、樹脂の劣化に大きく起因するというふうに言われています。あと、まあ、屋外で主に使う場合ですと、水の作用ということで、まあ、雨水ですね、それですとか、あと朝露とかですね、そういったもので表面に結露が発生しますけども、そういったものがサンプルの表面から浸透するという部分が劣化に起因しているというふうに言われています。あと熱ですね、こういった、まあ、真夏の熱の暑い時期ですと、まあ、劣化が強いと、まあ、赤道直下のような、かなり暑い地域ですと、まあ、劣化が激しいということでも分かると思います。まず、昨今、オゾンですとか、酸性雲のイオンの影響ですね、そういったものもあるというふうに言われています。耐候性試験についてです、方法についてですけども、さまざまな因子ですね、光ですとか、まあ、雨、雪とか、そういったものを散見して、試験する方法、主に屋外で試験する方法と、あと室内で、試験機の中に入れてする方法と、さまざまな方法が用いられています。で、屋外暴露の例ですけれども、直接照射するものですとか、あとガラス越しに行うものですとか、あとは黒い箱のブラックボックスの中に入れていく、あと太陽光を集めて、劣化させる方法というものが、実際に使用されています。これも屋外暴露の例ですね。こちらは JIS の方で、定められていますが、その行う、試験する場所ですとか、向き、角度によって結果が、異なるというふうになっています。
対抗性に影響を与える紫外線の種類としましては、紫外線と言われる領域は、100ナノメートルから300、400弱ぐらいというところの波長、ナノメートルぐらいの波長のものを紫外線と呼びますけども、地表には達していない、オゾン層で吸収される部分というのがありまして、対抗性に使うものは、300から400ナノメーター程度というふうに言われています。対抗試験機の始まりなんですけども、なぜそういったものが必要になったかということで、ありますが、屋外の暴露では時間がかかりすぎてしまうということがあります。あとは先ほど言いましたように、劣化にばらつきがあってしまうということがあります。あと、劣化の原因を早めに把握したいと。あと、際限よくテストしたいということで、約100年ぐらい前に、促進の対抗性試験機というのが生まれたというだったんです。それを使う理由としましては、開発のスピードアップですね。暗い暴露ですと、やはりその1年ですとか2年とかそういったものを、期間が必要ですけども、そういった間にこう、商品をリリースしなきゃいけないという時代には、ちょっと合わないということで、試験機が使うと。あと、お客様の要求事項ですね。そういった試験機で試験したものをお納めしなさいということがなっていましたので、試験機というものが使われるようになりました。で、こちらは実質の条文になりますけれども、一般的にその環境する因子が多いので、その人工のその促進試験機というものと屋外暴露というのは、必ずしも確実な相関が期待できないということが言われております。で、試験する場合は、主要な因子が同じであるか、またよく、十分に知見があるものを限りますということでなっております。で、対抗性試験機に求められる性能としましては、まだ屋外との相関性ですね、あと促進性、そういったものが求められてきます。あと、試験をする上で、再現よくできるか、再現性。あと、いつも同じ結果が得られるように、信頼性というものが求められております。で、促進再構試験機の例ですけども、主に分けて4種類ぐらいの試験機が今使われております。それぞれの特徴については、この後説明します。で、主な光源で分けた場合の仕様になります。一番上が、オープンフレームカーボンと、サンシャインカーボンというふうに言われているものですけども、こちらはカーボンのロッドを使ったものになります。で、下の3つですね、キセノンと紫外線蛍光、メタルハライドというのは、ランプというものを使用したものになりまして、寿命の方がですね、カーボンの場合は、80から300時間、キセノン等の場合は1000時間以上ということになっております。で、まずその一番古くから使われているものですね。100年ぐらい前から使われているものですけども、オープンフレームカーボン式っていうのがありまして、こちらの太陽光に比べと、波形と比べて、紫外線の部分が少しこう飛び出しているような部分ものになります。こちらは特徴としましては、長年のデータが蓄積であるということと、昔から使われていますので、多くの企画試験に、採用されています。スペクトルがちょっと太陽光と一部違う点があるということがあります。あと、最初に言ったカーボンの寿命が短いので、交換する周期が、短かったり、あと、すすが出ますので、メンテナンスが大変ということがありまして、近年は減少傾向になっております。それに対して、キセノンランプ式というものが、現れていまして、こちら太陽光に非常に近い分光を持っているというものになりまして、非常に太陽光に近い光源として採用されています。また特徴としましては、そういった分光分布が太陽光に近似しているということがあります。あと、海外から発展したということもありまして、国際の標準の促進試験ということで認められております。ほとんどの、ISO ですとか ASTM、あと、それにから付随する JIS 規格の方にも入ってきまして、サンシャインからキセノンへの移行が進んでいる状況になります。
あと、紫外線の蛍光ランプというのもありまして、まあ、こちら、まあ、その、照明用に使っている蛍光灯ですね。蛍光灯の、まあ、ちょっと特殊な蛍光体を使ったものになります。で、まあ、紫外線に特化したような形で、まあ、紫外線の部分は、太陽光に近いということで使われているものになります。まあ、こちらは、まあ、この試験機と比べてですね、まあ、比較的安価であるということで、導入されているものがあります。あと、まあ、海外発ということもありまして、国際基準の方に、国際的な基準の方にも、劣っているものになります。あと、まあ、ランプを交換して、まあ、促進性を重視した試験で、まあ、ランプの種類を変えてですね、促進性を重視したのということも、できるようになっております。今回のメタル払い、題目のあるメタルハライドランプ式ですけども、こちらの方は太陽光に比べて非常に紫外光だけがこう特化して強いと。だいたい30倍ぐらいの紫外線量が、太陽光に比べて紫外線量が出るというものになっております。試験機としてはこういった形のものがございます。ランプとしては直線状のものに水冷ジャケットというものを組み込んだ形になります。まあ、こちら特徴としましては、放射照度が非常に高くて、促進性が高いと言われています。あと、まあ、試験の条件ですね。まあ、規格にないというところもまあ、あるんですけども、まあ、自由度が高くてですね、まあ、相関を高める工夫ができるというふうに言われています。一方、ちょっと、まあ、歴史としては、まあ、大体3、40年ぐらいしかないものですから、まあ、公的な規格にはまだ入ってきてないということで、唯一実の方に載っているもので、まあ、樹脂製の建具の方で、試験方法が、約、まあ、1年半ぐらい前ですか、に制定されているものがございます。で、各光源による分光分布の比較になります。こちらは、先ほどの4つの試験機と、あと太陽光と、合わせて表示されたものでして、まあ、今回のメタルハラードランプは非常に紫外線が強いということが分かります。これは各波長ごとにちょっとクローズアップしたものです。になります。で、あと、まあ、今回の題目になっているメダルハラードランプ式のものになります。こちらの方はですね、我々、まあ、岩崎電機と大日本プラスチックスというところが共同で開発して、市場に出したというものになりまして、UV キュアの方ですね、使っていたメタルハライドランプを、まあ、応用して作った装置になります。こういった産業技術士の資料ベース、まあ、ちょっと、博物館のようなデータベースの中にも掲載されています。で、こちらはまあ、散々できますけど、太陽光に比べて30倍以上の紫外線照度が得られるということを特徴としています。まあ、こういった直線状のランプですとか、まあ、ランプ自体はいろんな波長が出てますので、太陽光に含まれないものは、この光学フィルターでカットしてサンプルに当てるというふうになっております。こちらはまあ試験槽内の構造ですね。こういった平らな試料台の上にサンプルを置いて照射すると。まあ、こちらはまあランプ周りの構造を示した模式図ですけども、反射板があって、下の方向に光を整えて、光学フィルターを通してサンプルに照射するということになります。あと、使用ステージにサンプルを固定して照射すると。あと、下の方から冷却をしたりですとか、空気の流れで、空気自体を冷やしてサンプルを冷却するという機能がついております。こちらはトレンドデータということで、照射ですとか結露。照射だけですと、ちょっとやっぱ紫外線、光だけ当ててしまうと、やはりその屋外との水の影響とかですね、そういったものが付与されませんので、結露と呼ばれるようなモードを組み合わせて、使われる例が多くなっております。装置の構成としましては、光源ですね。光源はランプ、メタルハライドランプというものを使っております。あと、それに光学フィルター、295、770、450という、太陽光に含まれている部分を透過させるためのフィルターというものを使っております。
あと音質と制御ですね、そういったものも、素早く行えるようなのを使っておりますし、まあ、光源の点灯させるものの電源ですね、電源についても電子安定器を使って、そういった出力変動が少ないようなものになっております。これは装置の仕様になっております。まあ、メリットとデメリットということがありますけども、まあ、メリットとしては、まあ、促進性が非常に高いと。屋外曝露の100倍くらいのスピードで、促進ができるということがあります。あと、まあ、資料が固定式ですので、ある程度その回転式のようなその落下とか、そういった恐れがまあないものですから、自由に置けることが、ちょっと大きな、少し大きなものでも置くことができます。あとランプ式なので、まあ、メンテナンスが非常に容易だということが言われます。デメリットとしましては、まあ、文庫本とか太陽光と違うということがありますので、そちらを踏まえた上でのテストが必要だということになります。続きまして、まあ、試験チャンバーの方ですね、の紹介になります。大型の環境試験ということで、さまざまなものを我々も提案しており、状態ですけれども、また、今、車を丸ごと置くような試験機、試験槽の中のその光源ですね。そういうところとか、こういった、まあ、電源板ですね。この、非常に背の、人間の背の高さぐらいのあるもの、そういったものの、屋外でどうなるかというものをシミュレーションできる。そういった時のその光源ですとか、まあ、こういった人よりも高いような、大きなものに照射するようなもの。試験装置を製造しており、製造販売しておりました。で、まあ、装置自体はですね、非常にこう高価なものになりますので、ちょっと、まあ、試してみたいというお客様のために、我々、社内の方に試験装置を、まあ、作りまして、受託試験というものを行えるようにしております。まあ、こういった人が、まあ、丸ごと入れるような形の装置ですね、そういったものを作りまして、温度帯も非常にマイナスから、まあ、非常に高い100度以上というものができるような形。あと、照射の、湿度の制御ですとか、あと、面積も、まあ、1メーター以上のですね、照射エリアを、確保できるようにしております。まあ、ランプについても、まあ、そういったメタルハラードランプですとか、あとハロゲンランプなども組み合わせができるようになっております。まあ、これはその試験機の様子、高の様子になります。自宅試験の例ですけども、こちらは自動車用のサンルーフですね、非常にこう大型なものを、まあ、3つ並べてテストするというようなこともできるようになっております。あとこういった、自動車の、まあ、座席みたいなものを丸ごと入れてみて、完成品をそのまま、試験することができるということが特徴になっております。また、合わせて最近はヨーロッパの方で、まあ、ディーン規格というのがありまして、まあ、自動車関係で、使われている試験規格なんですけども、そういったものをヨーロッパとかですね、そういったそれに準じたような、規格を採用している、まあ、メーカーさんとの、取引をする場合に、こういったものが試験をする必要が出てきました。で、まあ、海外にはもちろん試験機があったんですけども、国内にはあまりなかったということで、まあ、我々の方もそういった試験機を作りまして、まあ、受託試験を、開始しております。で、合わせて、まあ、製造販売というものも行っているような状況になっております。まあ、また、その見る企画ですね、アメリカの方の国防省の方の企画にも、準じた試験ができるように準備を進めております。あと、これはちょっと来月になるんですけども、まあ、テスト展、まあ、総合試験機器展というところに、新製品を出展する予定になっておりますので、ぜひとも弊社ブース、展示会に来られた際には、ぜひ弊社ブースにお立ち寄りいただきたいと思います。で、我々はその光を利用した耐候性試験機というものを、製造販売、自宅試験の方ですね、行っておりますので、光に関するようなご相談ですね、どうかありましたら、私の方に問い合わせをしていただきたいと思います。以上で終わります。